国防軍金属賞はナチスドイツの勲章。ドイツ国防軍の金属年数に応じて、その栄誉を称えるため1936年3月16日にアドルフ・ヒトラーによって制定された。正式名称は金属賞であり、リヒャルト・クラインによってデザインされた。重要対象となるのはドイツ国防軍3軍に所属している軍人である。金属4年で4等。 12年で3等、18年で2等、25年で1等、40年で特等国防軍金属賞が与えられることになっていた。ドイツ国防軍自体は1935年から1945年までの10年間しか存在しなかったが、金属の対象はドイツ帝国時代のドイツ帝国軍やバイマル、共和制時代のバイマル共和国軍も含んでいたため、 ドイツ帝国軍人として第一次世界大戦に従軍し、国防軍では召喚であった者など一部の人物は、特等国防軍金属賞を受賞している。国防軍以外でも、新衛隊には、新衛隊金属賞が、NSDOP には、NSDOP 金属賞が、警察には、警察金属賞が設けられていた。A.B. アンゴリア1987 P46、アンゴリア1987、ピアニッシ十46、49、アンゴリア1989、ピアニッシ百156から159、アンゴリア1989、ピアニッシ六216、217、221、アンゴリア1989、ピアニッシ四146、150、151。ありがとうございます。